阿ビ子駅は大阪府大阪市住吉区間が7丁目にある大阪市高速電気軌動未動筋線の駅。駅番号は M27。案内表示、駅名表などは阿ビ子駅とひらがな表示に統一されているが、正式表記は漢字の阿ビ子駅であり、乗車券類などに表記されている。東三国駅から続いた未動筋線における 大阪市内の駅は当駅が最後となる。主な利用客は住吉区民のほか、隣の東住吉区民や日本上タクシーから営業を引き継いだ北港観光バスのバスが乗り入れている関係で、隣の市の松原市民などである。また、1987年の中本駅延伸開業までは、金岡社湖より南海バスが乗り入れていた。周囲に、 鉄道路線がなかった関係で、堺市北花田、新花岡地区からバスを乗り継いで、当駅を利用する乗客が多くあった。当駅始発列車は、初発上り1列車と、平日朝ラらし主事に3列車が設定されている。また、長い陸上競技場で大規模なスポーツ競技大会が開催された場合、天王寺駅発着の列車を当駅まで延長運転する場合がある。 毎年2月1日から7日にかけて、大正観音寺で節分薬よけ大法映が行われることもあり、期間中は多くの参拝客で混雑する。かつて駅付近に大阪市交通局、阿鼻子検車場があった。その関係で4つ発線の車両も重要検査を受けるため、大国町駅東駅間で回送列車も走っていた。駅西側にある大正観音寺の別名。 阿鼻子観音による。ちなみに、案内状の表記がひらがななのは、千葉県阿鼻子市の東日本旅客鉄道阿鼻子駅との区別ではなく、難読であるからである。中、モズ方面行きホーム相対式に面2000ホームの地下駅。改札口は両ホームそれぞれに、中モズ側端とホームほぼ中央、合計4カ所にあり、互いのホームは南北2本の連絡通路で結ばれている。 北側1号で入り口に下りエスカレーター、2号で入り口に上りエスカレーターが、南側3号で入り口と4号で入り口にエレベーターがある。トイレは改札内各ホームにあり、どちらもオストメイトに対応した多機能トイレがある。建設当初の計画では相対式ホームを備えた福音12尺の公開機の予定であった。昭和14年10月10日に設計変更され、 現在の地下式ホームとなっている。当駅は天王寺管区駅に所属しており、長い駅の非管理駅である。先行中央公園にある、阿ビコ検車場跡のモニュメントあたり駅の中も図よりには、引き上げ線があり、かつては阿ビコ検車場と結んでいた、出入湖線だったものの一部である。阿ビコ検車場は、未動筋線車両だけでなく四つ橋線車両も合わせた。 大阪市交通局の一大主力車両基地であった。その後、四つ橋線の延伸に伴い新設の緑木検車場に一部業務を移管。中本延伸時に新たな御堂筋線車両基地として中本検車場が開設されたことで、阿鼻子検車場は閉鎖され、同時に出入り口は封鎖された。2015年のダイヤ改正前は、平日朝8から9時台と、 夕方十七から十九時台には、この引き上げ線を用いた、当駅発着の折り返し列車が7往復、また平日、及び、土休日のすべての阿ビコ始発列車は、中本県車場から改装されており、逆に、阿ビコ駅到着後に、中本県車場に改装される運行もあった。しかし二0十五年のダイヤ改正で、阿ビコ駅始発の列車の多くは、新カナオカ始発に置き換えられ、 現在、阿ビ子駅を始発とする列車は、早朝の江坂行き一本と、平日朝ラッシュ時に引き上げ線を用いた折り返し列車、3往復となっている。検車場跡地には、先行中央公園、住吉スポーツセンター、大阪市立阿ビ子南中学校等の分教施設が建設されている。先行中央公園には、30系の3011号車の車両番号プレート、 塔をはめ込んだ記念碑と車輪が置かれ、銅像が立っている。2020年11月10日の1日、上皇寺民は3万1280人である。周辺の駅と比較して、上皇寺民が多く、天王寺駅以南の御堂筋線の駅では、中本駅に次ぐ第2位である、阿鼻子駅前。1号出入り口と地下鉄阿鼻子中央、商店街周辺は、商店街、 スーパーマーケットやマンションが立ち並び中や問わず、人通りが多く、賑やかである。また、大学や高校が立地する関係で、学生、生徒が多い。かつて住吉区の中心部は、南海線住吉大社駅周辺であったが、当駅の開業以後は、急速に発展し商業的中心となっている。2003年より年に一度、よさこよどりを中心とした。 アビンコ祭りを開催し地域発展に力を入れている。最寄りの停留所は地下鉄アビコとなる。以下の路線が乗り入れており、大阪シティバス、北高観光バスにより運行されている。うちは駅番号を示す。ありがとうございます。